アンドロメダの献身。第7の球天秤球において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか、苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死老子が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老子が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします老子。何？クロスの一部が分解してシリューの手に握られた。あれはライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。すごい。全てが一振りで星も砕きそうだ。よし、このソードを使わせていただきます。ロシ、今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る白鳥よ。やった、水蒸気溶かしてどんどん消えていくぞ。シリューが一閃しただけでなんという剣の威力だ。氷河、しっかりして氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。分かった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ。シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に変えても必ず助けるからね、氷河。ミロとの対決。第8の球天活球へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。身構える間もなくシリュウはミロの技で動きを封じられてしまう。そしてミロは聖夜にもその剣を向けるのだった。ここまで来た以上、もはや戻ることも進むこともできん。覚悟することだな。ブロンズセイントの意地、
見せてやるぜ。さあ選べ、幸福か死か。ラウンド1、ファイト。体が動かない。まるでサソリが獲物を死への恐怖で薄くめてしまうような。終わりだ、気をつけて。お前たちに残された道はただ一つ、このミロの餌食になることだけだ。どうした、これがお前の渾身の技。何かしたのか。このミロという男、今までのゴールドセイントに勝るとも劣らぬ強さだ。しかし俺だってゴールドセイントと戦いに戦えるほどにセブンセイントに目覚め始めている。何かしたのか。セブンセンシズに目覚め始めたと。ラウンド2、ファイト。ディストリクション。何かしたのか。何かしたのか。何かしたのか。終わりだ。俺のコスモ、ペガサス、流星拳。よし。この天下地球まで来ただけのことはあるということか。終わりだ。よりはやるな。スカーレットニードル、アンタレス。受けろ、スコーピオンの牙を、スカーレットニードル。なんだこの針に刺されたような激痛は。まるでサソリの毒が全身に回るようだ。他愛のないとは言うまい。この天下地球まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだ。バカな、お前はキムナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも、そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。何？この結晶は。カリツォ！ミロ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。
男の勝負に言葉は不要。我が友に免じて命だけは許してもいいぞ。ラウンドワン、はい。スカーレットニードル。この程度の決勝で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。ベル、これは終わりだ。セイヤたちの変化つきダイヤモンドガッツ、おとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できる。本気で思っている。できるかどうかなど最初から考えていない。いくら不可能と言われても俺のこそそれを可能に変えてみせる。何かしたのか。スカーレットニードルアンサレス。終わりだ。ラウンド2、はい。スカーレットリードルアンサレス。ダイヤモンド。バカな。スカーレットリードル。どれ。何かしたのか。ディストリクション。終わりだ。その程度か。パリスよ。何かしたのか。あんたり。これがキングナスの好機だ。さすがは水と氷の魔術師アクエリアスの神の教えを継ぐだけのことは、ここまでの闘気を操れる。あなたはその程度か。神を知っているのか。ならば見せよう、この氷河の闘気の高まりを。そしてこの剣で倒れてもらうぞ。言ったはずだ、見ろ。俺の闘気によって倒れてもらうと。あなたの隣にやられるまで詳しく待つわけにはいかない。こしゃくな。受けろ、スカーレットリードル。前発想よ。前発想よ。ダイヤモンドダスト。氷見ろよ、これがキグナスの本当の力だ。ダイヤモンドダスト。ウィナー。クールに徹して敵を撃つ。増票がいくら集まってもセイントには無力。やった、ミロを凍りつかせたぞ。この程度の闘技では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の奇跡を。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感すべてが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならば、その前に、見ろ。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。何？カミューの気持ちだと？カミューは天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。カミューは最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。
仮死状態からいつか蘇る日も来ようとな。カミュウ、そうだったのか。カミュウに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも、熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。氷河、君は。そうだ、五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦いこのミロが制してみせよう。ラウンド1、ファイト。カミュウ、命落として戦うことこそがセイントとして生きた証だ。俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応える。何かしたのか。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。ダイヤモンド氷河よ、君にとって命を助けるというのは侮辱になる。正々堂々と戦い、君の命を全力で奪う。こいつ、見ろ、イストリキション。このシステムを前に進む。アテナのため、終わりだ。友のために。ダイヤモンドガスト。何かしたのか。終わりだ。何かしたのか。終わりだ。これは彼の毒に侵されてきた。だが、これがキグナスのフォークだ。逃げ出さない。この過酷な戦いが俺の呪われた運命を断ち切り、サンクチュアリにはびこる悪を一掃するのならば、俺は戦い続ける。終わりだ。ダイヤモンドガスト。前、発動よ。キグナスの闘気を受けろ。行くぞ、見ろ。ラウンド2、ファイト。ダイヤモンドガスト。何かしたのか。何かしたのか。ディストリクション。終わりだ。ダイヤモンドガスト。ダイヤモンドガスト。何かしたのか。終わりだ。前、発動よ。ダイヤモンドガスト。見ろよ、これがキグナスの本当の力だ。終わりだ。スカーレットリーダル。見ろ、この氷河に最後の一打になるであろう。五感が失われていく中で、コスモだけは最大に高め放ってやる。来い氷河、約束通り最後のとどめのアンタレスをお前の体に打ち込んでやる。ダイヤモンドガスト。スカーレットニードル。その程度か。
だ。壊れた戦いを終わらせるには君を殺すしかないよ。何かしたのか。どれだけ力の差があろうと。ヴィノ、男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。俺の闘技ではダメだったというのか。スカーレットに挑むアンタレス。